はい、こんにちは、ともチャンネルです。最近ね、買い物をするときによくポイントカードを出すわけなんですよ。まあ、買った分の1%分とかのね、ポイントがどんどん溜まって、ポイントは1円、1ポイント1円で使えますよとかっていう、あのポイントカードね。で、ああいうのを、今、財布の中にね、10枚ぐらいあんのかな？ 10 枚ぐらいあんだろうね。で、そんだけあって、実は、使うことがあまりないのがね、結構、あったりするわけなんですよ。まあ、要するに最初に買い物しに行って、ポイントカード作りますかって言われて、ポイントが溜まって1ポイント1円で使えますよなんてね、説明されて、ああ、じゃあ作るよっつって作ったものが溜まってるわけなんですけども、それって1ポイント1円はいいけども、1%のポイント貯めるのに、実際次ポイントを使った時に1%分安くなるっていう考え方をすると、まあ単純に1%安い値段で買い物ができる。まあ厳密に言うとね、1回目を使ってますので、まあそういうわけではないんですけども、まあ単純に分かりやすく計算するとそういったことですよね。たったでも1%、しかもあんまり使わない。ね。あんまり使わないカードをなんか溜め込んでても、なんか次使う時にね、いつになるのかわかんないし。で、細かい説明受けてるわけじゃないので、もしかしたらポイントが1年とか2年でね、なくなっちゃうかもしんないし。まあ、そんなわけで、なんかいらないカードも持ってて邪魔だなと思い始めたわけなんですよ。で、そう考えると、お店の、あっちこっちのお店のね、そこのお店だけしか使えないポイントカードって使わないんじゃないのかなということで、私は T ポイントカードとポンタだけでも持ってればいいのかなっていうふうにね、思ってきたわけなんですね。だって、ポンタカードも T ポイントカードも、実はどっちか一つでもさらにいいとは思ってますけどね。まあ、主に使うのがコンビニとガソリンスタンドなので、使う場所も限定されてますしね。で、実際その2つのポイントカード、お店で、あちこちのお店で使えます。ただ、あちこちのお店っていう、その大きな括りの中のどのお店って言われてもね、実際すぐ出てこないので、まあ、そんな程度のもんなんですよね。だから、どっちかに絞っちゃってもいいわけなんでね。だから、使えるポイントカードとしては、ポンタカードと T ポイントのカード。まあ、それだけでいいんじゃないかなということです。だから、他のポイントカードはもう全部ポイしちゃおうかなと。そうすればね、財布の中、財布が分厚くなることもないし、なんか余計なものにいっぱい入ってる状況じゃなくなるから、まあ、物がね、財布の中に探しやすいかなと。そうすると、まあ、俗世間でいう断捨離っていうものになるのかなっていうことですね。まあ、私そんなの意識したことはないので、ね、まあ、不要なものはポイポイっと捨てちゃって、で、必要なものだけ守ってるっていう考え方なんでね。まあ、特にそういった使い方でやっております。はい、ということで、今回もゆるい、ポイントカードのお話を車の中でいたしました。この動画がね、よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。